はい、どうも皆さんご視聴ありがとうございます。つくもの坂田です。よろしくお願いします。本日はですね、ちょっと登録者も増えてきたし、夢でも語っていこうかなということでね、夢の話をしていこうと思います。で、まあこれは僕の夢でもあり、つくもっていうね、まあ会社自体の夢でもあるっていうところで、まあ会社の説明にもなるんですけれども、まあスローガンをね掲げてるわけですよ。でこれエンディング画面までしっかり見ている人だったらわかるかもしれないんですけれども、消費と環境を再構築する、こういう言葉はね、僕らは念頭に入れて、まあ、日々行動を指針のように扱ってるんですけれども、まあ、これまずねこの話からしていきたいんだけれども、消費これは何を指しているのか、環境これは何を指しているの、そして再構築するってどういうことなのっていうところから話していきたいんですけれども、消費っていうのはですね、まあ、今まあ、ファストファッションの流行もあってですね、大量消費、大量生産、そして大量廃棄が、まあ、入ってくる、この3つがねものづくりの基本になっているというふうに思うんですけれども、まあ、そのものづくりに対して、まあ、大量廃棄があるのはねちょっとよろしくないんじゃないかっていうのが、まあ、SDGs とかでね最近は話題になってますよね。でイギリスにね僕いた時の話をするんですけど、イギリスに行った時にスーパーとかで買い物してもレジ袋みたいなのないんですよ。みんなエコバッグを持って行って、でなんか買ったらエコバッグに詰めて帰るんですよね。で最近日本でも増えてきてはいるものの、イギリスでも全店舗ほぼそうなんですよ。って考えると全然日本っていうのは環境後進国だなって思いますし、環境に対しては確かにいろいろ数字が出てて、環境問題に対しての取り組みっていうのは日本はすごく遅れてるんですよね。で、まあ、そういったところがね日本の消費の、まあ、いいところでもありダメなところでもあるんじゃないかと。大量生産できる技術っていうのはすごいんだけれども、それに対して大量廃棄があるっていうのは良くないんじゃないかというところがまず入ってるんですよね。で大量廃棄って、まあ、今年間でどれぐらいかっていうと、衣類とかねバッグとか全部含めてそういうファッション系の廃棄物は年間100万トン日本から出てるんですよ。で100万トンって言われてもよく分かんないよね。で100万トン、じゃあこれ何着分なのと、服に換算したら何着分なのって言ったら約33億着分なんですよね。うん、で、まあ、日本の人口は大体1億ちょいぐらいだから、まあ、1人30着ぐらいは年間捨ててるってことになるんですよ、国民で割ってもね。で年間30着って俺めっちゃ捨ててるなと思ったの。だって俺服そもそも年間30着も買わないんですよ。で年間30着捨ててみ、もうなくなってしまうよいずれ、俺服裸になっちゃうわけよ。でそれおかしいよなと思ってよくよく調べたらですね、不良在庫っていうのかな、まあ、売れなかった在庫品が大量に捨てられてたりするんですよね。で、まあ、これはフォーエバー21がねジャパン法人破産しましたけども、まあ、そういったところとかでもね見てわかるように、服屋さんってね結構ね売れ残りをね抱えちゃいがちなんですよね。まあ、在庫があるそのビジネスは全部そうだと思うんだけど、でそれに関してそこが捨てられて環境汚染が進んでるっていうのは良くないんじゃないかっていうのをね、まあ、最近は思ってるんですよね。で、まあ、環境、まあ、今のが消費の説明だったんだけども、環境についてちょっと説明していくと、環境はなんか結構これも面白いなっていう話だったんですけど、2040年頃になんかイクラとかウニとかなんか海産物で食べられなくなる可能性があるものがいっぱいあるんですよ。2040年以降急に増えてくるんですけど、でそう考えると例えばですよ、僕らが、おじいちゃんになった世代とかお父さんになった世代とか、まあ、僕今25なんですけど、40年だとまあまあ大体4、50になるわけじゃないですか僕らが。で4、50になった時、まあ子供がいたとして、子供の世代がなんか、あ、お父さんっていくらとの時代だよねみたいな、いくら食べれてた時代なんだねとかさ、なんかお魚ってどういう味するのとかなんか言ってたらさ、すげえ心苦しくない？それめっちゃ嫌だなと思ったので、なんか結構次世代みたいな、次の世代のとかのことが僕は好きで、なんかもっとねよりいい世界にしてあげたいっていうのはちょっとあるわけですよ。でやっぱそれで負の遺産をねどうしても押し付けるような形になっちゃうと思うんで、それは良くないなと思ってて、で、まあ、これ別に年配の方々をディスってるわけではないんだけども、僕ら25歳の世代って、まあ、僕らより若い世代ももっといると思うんだけども、負の遺産をだいぶ生まれ持って抱えてるなっていうふうに思うんですよね。なんか、まあ、例えばアレルギーの問題とかもそうだし、近代化が進んでねなんかアレルギーが増えたみたいな話もありますから、アレルギーもう僕も結構いろいろアレルギー持ってるんですけどとかの問題もそうだし、あと年金問題この間ね話題になりましたよね。ちょっと前にね、老後2000万円貯めといてくださいねみたいなやつとかも、いや年金ってだって払って帰ってくるから払ってるわけじゃん。それに対して
払ってもなんか8割ぐらいしか返ってきませんだったら、まあ、分かるよ、おじいちゃんおばあちゃんのために払ってる、それはもうもちろんそうだし俺も今払ってるけど、なんか違うよねみたいな。でもらい得世代っていうのがいるわけですよ。もらい得って何って話じゃん。みんなでお金集めて困ってる人たちのために分配しましょうって言ってんのに、なんかそれいっぱいもらってる世代があるってめちゃめちゃ面白いなと思ってて、まあこれはね政治的ななんか難しいこうしがらみとかがあったんだろうから俺からなんか言うことではないのかもしれないけども、そういう負の遺産をね抱えてしまってるんじゃないかと。就職氷河期もありましたよね、僕らがまあ中高生ぐらいかなぐらいの時に、とかね。まあそのバブルが起きて日本経済が急にね拡大したことによっての急な縮小もちろんありましたよね、とかなんか大人の好き勝手に子供の未来をだいぶ変えてしまってるんじゃないかなと思っていて、まあ、僕はねもう大人なわけですから、なるべく次の世代にはねいい環境いい社会をね残していきたいなっていうふうに思ってるんですよ。まあ、つまりね消費は大量廃棄やめましょうっていう、で環境は、いい環境を残していきましょう、大量廃棄やめたら環境も良くなるよと。で消費を再構築することによって環境も再構築されますよねというような感じですね。まあ再構築はなんかいい方向に持っていくみたいな意味で使ってるんだけどね。まあつまりは僕らは環境に対してねすごい意識を高く持とうよと。でそのために僕らは革製品のメンテナンスサービスをやってるわけなんですよ。で革製品のメンテナンスってそれ直結しないじゃんっていう方もいると思うんですけど、結構直結するなと僕は思っていて、革製品僕がね革靴にハマってから服も何もかも大事にするようになったんですよね。物に対してね意識がいってるというかね。だから僕らの名前もつくもなんですよ。皆さんつくも神って知ってますかね。つくも神っていうのは物をね長いこと使えばそこに神様が宿ってね大事にしてればいいことあるよみたいな考え方なんですけど、これ日本古来の考え方ですよね。それを忘れてしまってる、それはちょっと悲しいですよね。なので僕らはつくもっていう名前にしたんですよね。そうで、このねでっかい夢を叶えるために僕らはコツコツいろいろなことをやっていて、まだまだ影響力もないしビジネスも全然まだまだ発展途上だけれども、まあその先を見てね頑張ってるっていうような状況なんですよね。で実際僕らは何をやってるのかを多分今ね YouTube でこれをご覧になってると思うので、 YouTuber なのかなとか YouTuber 目指して頑張っちゃってるのかなとかね思ってる方もいるかもしれないんですけど、実際僕らがねやってることちょっと簡単に話させてもらえればなと思ってます。まずねもちろん YouTube やってますよ。登録者もちょっとずつ増えてきて本当にありがたい限りで、皆さんの応援がねあってこそ続けられるこのなんていうんですかね活動なんでね、本当に日々感謝してますし、登録者が一人増えるたびにね僕らをやったーっていう気持ちでね動画へのモチベーションもどんどん上がっていくような感じで本当にありがたいです。いつもありがとうございます。でですね YouTube は、まあ、なぜやってるかっていうと、まあ、僕らがね露出が少ないわけですよ。どうしてもなんでいろんなところに露出していこうってことで、 YouTube はこのパワーでねどうにかできるような社会なんじゃないかと、世界なんじゃないかってことでね YouTube やってるんですよね。でみんながこう靴とかに興味持ってもらって、いずれつくものサービス入ってくれたりとかしたらありがたいかなっていうふうに考えてるんですよ。はい。でつくものサービスっていう言葉がちょいちょい出てますけれども、それどういったサービスやってんのって話なんですけれどもね、サービスはですねまず革製品のメンテナンスをサブスクリプションモデルでやってます。月々2000円から始められますし、まあ、マックスでも5000円とかで常にね自分の身の回りの革製品が綺麗に保てるというそうですね。で綺麗に保つに、まあ、越したことないっていうのはみんな分かってるかもしれないけども、それするとね長持ちもするので環境に対していい影響も皆さんで与えやすくなるというような感じですね。はい。まあこんな感じでね今やってることとか僕らの目標みたいなのを話してきたんだけども、実際ねなんかこう最近こういう活動をしてて SDGs とかもだいぶ広まってきてて、まあ時代の流れは感じますよね。世の中こうちょっとずつ環境に対して意識を向けるべきなんじゃないかっていうふうにみんなが思ってる。なんだけどみんな何から手始めにやっていいかわからない。例えばこうレジ袋をもらわないようにしよう、それも一つの環境への貢献だと思うし、物をなるべく捨てずにね直してメンテナンスして長く使おう、うん、それもすごいいいことだと思うしね。だから強いてはなんか募金してる人もいるかもしれないよね。なんかこうユニセフとかさ環境系の何かにさ募金する、まあ、それも全然いいと思う。だからもうこういったところでねなんか選択肢をなるべく増やしてあげたいっていうことでね僕らはこういうサービスやってます。今年中に登録者は1000人以上、1200人ぐらいを目指して、まあでも1000人超えれればいいかなと。うん。今年中に1000人超えます。なので、なるべく皆さんね、いい動画を届けようと、皆さんに届けようと頑張ってますんでね、ぜひ応援お願いします。本当に、
皆さんの一個一個の行動で僕らのモチベーションというのは大きく変わりますし、バタフライエフェクトっていう考え方ありますよね。地球の裏側で蝶々が飛べば、その裏側で竜巻が起きてるっていう、だからどんなことが何に影響するかっていうのは本当にわからないし、小さなことがね大きな影響を生んでいるっていう考え方なんだけれども、本当に皆さんのその一個一個の高評価、一個一個のチャンネル登録、そしてちょっと手間かかるのにコメントとかしてくれる人もいるんよね最近。本当にありがたいなと思って、だからコメントもね全部見てますし、全部返信してると思います。はい、ちょっと抜け漏れがあったら申し訳ないんですけども、まだ抜け漏れあるような数来てないから漏れてないと思う。はい、でまあそういったところでね、登録者1000人目指してる、もうここをねまずはもう公表していこうと、みんなにこうちょっとでもね知ってもらってね、もしよかったら協力してほしいと。まあなんか同僚とかさ、友達とかにさ、つくもチューブってあんだよねみたいな、なんかこんなことやってる若造がいいんだよねみたいな、で意外となんか言ってること面白いんだよねとか言ってくれたらさ、ちょっと興味持ってくれる人増えるかなとかさ、本当に皆さんね優しい方々が本当に集まってくれてるんで、いや本当にそこだけはねお力をお借りしたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、今回はちょっとフリートークみたいな感じで僕の夢とか考え方とか頭の中をねちょっと話したような感じになるんですけれども、まあこういった動画でね、あの僕のこと知ってもらった方にはね、ぜひチャンネル登録とね高評価なんてねしてもらえるとありがたいですよね。次の世代に負の遺産を残さないように、消費と環境を再構築する、これを心の中にねずっと太い芯として持って頑張っていきますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。